その役割は分かってるんじゃないですかね。はい、ほら、まあ、ここ3戦すべて海外勢との戦いということで、この試合に選ばれた意味というのも確かに本人もよく理解しているかと思います。本当技術気持ちともに乗ってますよね、今の鈴木隼人は。前回も左ストレート一戦でした。ラウンドワン、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。赤のグローブサウスポースタイルがすごいですね。いきなり左のミドル蹴っていきます。モハメド・イスラムは青のグローブです。あの腕で今受けてるんで結構痛いと思いますよ。顔には出てないですけど、まともに腕で受けてますからね。一番強いところで鈴木のミドルキック一番強いところで受けちゃってますね。開始早々から古畑さん、はい、左のミドル鈴木すごいですね。すごいですね、結構攻めてますよね。本当のミッドで一番いいところで打つときのミドルで当たってましたね。まあ、腕からとはいえダメージはあったと思いますね。ちょっとはミドルキック切れています。まあ、一度となくこの左のストレッチからには左のミドルで相手を倒してきたのが鈴木です。ハイキック来た。イスラムのハイキックちょっと怖い。右のストレート伸ばしてきます。イスラムはこれまで18戦して17勝、黒星は1つだけです。左のミドル、イスラムは手足長いのでこれミドルキックが伸びますよね。外国人特有の身体能力もありますので、はい、そういう点ではこの左のミドルキックってさっきさん有効になってます。有効ですか。まあでも鈴木の方が強いし速いし、はい、タイミングもいいですね。やっぱ左ミドルに関しては鈴木は一級品ですよ。積み上げてきたキャリアが違うと鈴木右のジャブを伸ばしていきます。右ストレートを伸ばしたモハメド・イスラム、モロッコの今学生です。学生でありながらファイターまだ20歳、どうですよね。ちょっと経験値っていうのが変わってくるのかなと思います。鈴木33歳、ただいま青コーナーイスラ選手、相手を掴んでの攻撃による反則に対し注意が与えられました。これは初来日なんで、まあ、やっぱ違う同じリングでも違う国で戦うと少しずつ戦い方って変わってきますからね。はい、まあ、ルールで言えばムエタイルールでも試合を行っているんですが、キックルールの方が多くは多くこなしてきたので K-1 問題ありませんという話はしていました。強いボディ打ってきます。イスラム左右のボディ、まあ、現在の K-1 ルールって世界的に見ても結構特殊なルールにはなっているので、はい、アジャストしていくのね、時間かかってきますね。でもあともイスラム選手、さっきのあのキャッチ1回ぐらい以外は戦ってますね。はい、あ、左ボディ、ボディ佐藤さん、この左右のボディちょっと怖いですね。左のレバーと角度が怖いですね。まともに入る角度ですね。残り30秒切っています。第1ラウンド鈴木対イスラム、左ミドル、ちょっと鈴木の左ミドルを、右のハイキック、鈴木の顔面捉えたように見えましたが、膝から先が変わった軌道してますね、イスラム選手のミドル。伸びてくるわけですか。はい、しなってますね、膝から下が。左ミドルキック、蹴りも対応してきます。第1ラウンド終了です。さあ鈴木隼人です。まあ、アマチュアは無敗、2016年の12月にクラフトンでプロデビューを果たしました。ここまで23戦14勝9つの KO 勝ちがあります。モハメド・イスラム、まあ、日本のアニメや漫画も大好きだということでワンピースや呪術廻戦を普段は読んでいる。今日の試合はとにかく早く終わらせたいと慶応勝ちにも自信を覗かせていました。佐藤さん、1ラウンド振り返ってみて両者いかがでしょう。そうですね、序盤の鈴木のミドルキックがすごい良かったんですけどね、終盤からは少しイスラムがペースを取り戻したかなと思います。鈴木としてはあのボディへの対処っていうのも必要になってきますか。そうですね、ちょっと普通のレバーブローよりもあのサイドから来るちょっと角度の変わったボディなんで、あれ気をつけたいですね。はい、さあ第2ラウンド、蹴りも変則的だっていう話がありました。そうですね、あの膝から下が柔らかいですよね。はい、やはりミドルにミドルを合わせてきます。イスラムを返してきます。そうね、威力自体はそこまでないと思うので鈴木のミドルキックほどの体力がないですね。はい、
右ストレート、今度はまっすぐ、そこにミドルキックが続き、まだミドル、歯を食いしばりながら思い切って蹴っていきます。腕に当てるミドルキックは一応ガードですけど、まあ、ダメージが見えればもうもちろんポイントにはなりますんで、はい、まあ、それでミドルは上の腕の上からでもポイントになりますね。じゃあこれでいいわけですよね、このガードの上からも、はい、このままではもっと顕著なダメージを見せないといけないですね。はい、膝返ってきました、逆に膝コツコツ当てれば効いてくると思います。鈴木がリング中央を取っています。右のハイキック、この移動が変わる右のハイキック、ちょっと大外から来るんですよね、はい、そうですね、空手のような蹴り、なんかちょっと少し違うような気がしますけどね、なんかこう得意モロッコ戦で上の身体能力、右もらった、まっすぐのパンチ、さらにボディ、ボディ効いたかな、一瞬鈴木の動きが止まりました。あと向かいしていきます。危ないシーンでした。こちらも左、ここは見えている、近い蹴りの一瞬になる、パンチを互いに出していきます。そして蹴り、息の前上がりながらイスラ、さらにロー、左からストレート、このラウンドここに来て一つ山が来ました。ベイビー、食らってからもう折り返してますよ、はい、古畑さん、鈴木返してますね、気持ちで、はい、ここですジャブ、イスラジャブ、イスラがもっと早く消耗するかなと思ったら意外と持ってるんですよね、はい、スタミナがあるんでしょうね、そうなんですよ、ないわけじゃないんですよね、うん、辛い顔とかちょっと弱気な表情見せたりするんですけど、そこからスターが意外としぶといって、左ミドルガードの上からですが、バチンという鋭い音が鳴りました。左のジャブ進めてきます、ここに右で出る力に左のミドル、ボルトキックとしてこうやって体の表情の前に委ねて攻撃を打ってくる選手結構多いですよね、それでもバランスが崩れないので、はい、なんかバランス感覚も日本人と少し違う感じがしますね。この外国人選手特有のそういった特徴があるわけですね。右ミドル、セットが少しスピードが落ちたようにも見えます。イスラム左ハイキック、第2ラウンド終了です。佐藤さん、はい、少し鈴木が危ない場面もありました。そうですね、ちょっとこのパンチボディ効いたかなと思ったらこのパンチでしたね、少しぐらついて、でもそこからまた鈴木も下がらないように気をつけて戦っていましたんで、はい、まあどっちが優勢かってのはちょっと言えないですけどね、古畑さんもこれまで鈴木の左ストレート一戦で終わらせる試合などを見てきたと思いますが、そうですね、でもそれにやっぱりこう対抗してくるとイスラムさんはやっぱ強いなって思いますもん、あ、うん、しぶといですよね、しぶとい強い粘り強さも見せています。まだ20歳のモハメド・イスラムに対してこちらは鈴木隼人、さあ最終ラウンドです。スーパーライト級65キロリミットで行われていますこの試合、さあファイナルラウンドが始まりました。前蹴りイスラム、サウスポースタイル、赤のグローブは鈴木、ペイントから左のハイ、結構イスラム選手も消耗してると思うんですけどね、はい、下がりながらこうやって蹴りを時折出してきますので、おーっと右のハイ、うまいですね、怖い、当たりは浅いんですけど、はい、惜しいですよね、うまい、ただ鈴木がパンチ連打、バックハンドブローを見せてきた、この試合で初めて見せた攻撃です。ワンツー、さらにボディ、このボディは有効的、イスラム右のハイにつなげてきた、左のミドルを返していきます。鈴木左ミドルから左ストレート、画面捉えた、下がりイスラム、チャンスか、鈴木前に出る膝、佐藤さんこの膝どう
どうでしょう。いいですけどイスラムも返してますよ鈴木の攻撃。確かにパンチももらってます、はい、ミドルも当たってます。受けっぱなしにならないんでいいですね。だから鈴木のペースになりきらないですね。あ前期戦膝2つ入れた。いいイスラムも膝に全くひるまないですね。あこのラウンドに来てもよく手が出ますイスラム。結構きつそうなんですけどね。左ミドル入れた膝ストレートで追っていく。そこに膝返してきます。古畑さんイスラムが鈴木と同じ技返してやろうっていう何か気持ち見えますか。見えますね。もう絶対やってやるぞみたいな、はい、もう意地と意地のぶつかり合いじゃないですけどそういうのやっぱ見えますよね。二十歳で怖いものなしというのはあるかもしれないですね。左ミドルジャーブイスラム鈴木を下がらせました。ぐーっと息を吐いて鈴木もう一度右のジャブから試合を組み立て直します。鈴木もきついですよ。第3ラウンドは残り1分。お互いにきつい。青木島でこの残り1分佐藤さん苦しい時間帯なわけですね。苦しいですよ、うん、ここは地獄のような1分間乗り切った方が勝つんですよね、はい、最後は気持ち膝パンチを合わせてくるイスラム超えた。ハリの気持ちが出ています。テーマジーバースハイテク GI 左ストレート。まさにその開幕戦にふさわしい戦いを2人が見せています。激闘手が止まりません。バックボディー膝を合わせてテーマの敵全く引かない。残り15秒。大キックから前蹴り。さあ残り10秒。左入れた。ただ左返す。詰めていくのは鈴木。前に出ます。ここで試合終了です。あ、持ったかね、持ったかね、そうになりましたね。いや、本当そうですよね。いや、もうどっちが勝ってもおかしくないんじゃないかなって思うんですけど。はい。これは分からないですね。分からないですよね。ジャッジ泣かせの。なるほど、そうか、はい。どうなるんだろう。新たな K-1 を背負ってやろうという鈴木。このイスラムの、痛いっていうカウントがきついってことがどのぐらい反応するかですね、ジャッジが。ジャッジ、あばね。30対29、赤鈴木。まずは鈴木。ジャッジ岡田、30対30、ドロー。30対30、2人目はジャッジ梅田、30対30、ドロー。ドロー。以上判定1対0、規定の要請に達していないためこれより1ラウンドの延長戦を行います。1人は1ポイント差、鈴木につけました。ただここにも1回が絶対ないと。佐藤さん、はい、これどうしますか。ズームが見える判定だろうなと思いますね。はい、コメが入ってたっていうのも1つありますね。イスラム、でもきつそうな延長戦えるかな。大丈夫かな、ちょっと心配になりますよね。使い切ってないかなと思いますね。確かに、特に最終ラウンドはもう主力を尽くしての戦いということになりました。古畑さん、それでもファイターはまだ戦うわけですね。いや、やっぱかっこいいですね、本当に。なんかもうこっちも応援したくなりますよね。頑張ってほしいです。鈴木が会場を煽ります。いいですね、かっこいい。まだやれるぜと鈴木。セコンドセコンドはしっかりとセコンドの指示を聞いていました。スタミナ面はどうか。両者鈴木は少し口を開いて呼吸しています。最終ラウンドです。エクストラウンドに突入。赤のグローブサウスポースタイル鈴木、青のグローブオーソドックススタイルイスラム。左ストレート、前に出たのは鈴木。延長が始まってカーンとなって見ずに前に出るってのは相当な勇気がいるんですよ、はい、鈴木はいいですね。勝つ気がありますよ、さあ左ミドル、まあ、判定を待つ時間など一度リセットされるっていうのはありますから、そこからまた勇気を持って飛び込んでいったのが鈴木です、はい、
残りの、ね、30秒だけやろうとかそういうことじゃないじゃないですか。はい、右のジャブ伸ばす、ここにハイを合わせてきたイスラム。古畑さん、このラウンドを期待すること何かありますか。いやー、もうやっぱお互いの気持ち、はい、ぶつかり合えるんじゃないかなと思いますね。それが表情からも伝わってくると、ね、何かこちらも感情移入してしまいますよね。左ハイキック、これをかわしていますイスラム。左のジャブから右のストレート、さらに右だ。タイムスト、これまでヨーロッパ、ベルギーのタイトルダッシュなどがありましたモハメド・イスラム、 K1 は初参戦です。ただいま青木の一選手、相手のスタンダーの攻撃を受けたしては警告が試合の最大でした。初カウントの攻撃に警告という形になりました。減点ではありません。左のミドル合わせていったところで前蹴りイスラム。この延長ラウンドに重ねて浮き上がるのってめちゃきついんですよ。なるほど、何気なく見えますけどかなりきついんですよ。これはもう体力面です。はい、体力面です。精神的にももちろんですけど、はい、腰を押して浮き上がるってのはかなり疲れます。右入れた、外から振ってきました。最後ボディにつなげるコンビネーションの中で佐藤さん、最後イスラムボディ投げてきますね。そうですね、ここまで形になってますよね。それは何度もミットに突っ込んできた形が出来上がっています。練習をちゃんとやってないと出ない。はい、出来は鬼の形相、前に出る左ミドル。イスラムもボディからフック、さらに左ミドル。佐藤さん、ここまではどう見えてますか。ここまでは序盤は落ち着き良かったんですけど、さっきこかされてから疲れが一気に出ちゃった気がしますね。もう気持ちだけで今鈴木が頑張ってる状態かなと、はい、自分の前半の攻めももちろん評価したいですけどね。はい、体力少し尖れたか、血に発で古畑さんも思わず声を上げました。ちょっと今顔が鳴っちゃいましたよね、はい、ちょっと心配だったの。2発綺麗に当てました。そして超えてまたイスラムが、パスとヒット数はこのラウンドトータルではイスラムが上になりましたね、はい、左フック、左のミドル、ワンツー、ミドルの殿下の後頭、この左側、この一発まで盛り返したぞ。ビッグヒット、鈴木です。オーバーハンドの右は頭を下げてかわしていました。エクストラランド延長ラウンドの判定はマストシステムによって行われます。さあ、延長ラウンド、これは、まあ、マストシステムで、判定が下されるということになります。ですから両者ここでもう決着がつくという形になります。お待たせいたしました。さあ、判定です。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ梅田10対9、青イスラム。まずはイスラム。ジャッジ岡田10対9、赤鈴木。割れました。ジャッジ山根、鈴木です。10対9、赤鈴木。鈴木が勝った。判定2対1をもちまして勝者赤コーナー。